にちは、みさきです。一個報告があります。私はまさかの明日メキシコから出ます。はい、ちょっと悲しいんですけど、明日にですね、アメリカにちょっと行ってくることになりました。まあ、正直なところアメリカの後日本に帰るかメキシコに戻るかまだちょっと決まってません。まあ、行ってから、1ヶ月ぐらいアメリカでゆっくりして、そこでちょっとメキシコに戻るか日本に戻るかちょっと検討したいと思ってます。ってことで、今日はね明日行くのに荷物をまとめなきゃいけなくて、とにかくね荷物が多くなってしまいました。1年前かちょうど1年前ぐらいに、バックパッカーとして、ペルーに行って、その後ペルー、ボリビア、コロンビアとかずっと旅行してて、まあ、その間はね結構荷物は少なめで移動してたんですけど、メキシコに来て、半年ぐらい住んでるので荷物がねどんどん増えてきちゃって、断捨離をしていきたいなと思います。よいしょー、ということで始めていきましょう。イエーイ。じゃあまずはね私のいつも移動の時のリュックをご紹介します。てなわけでこちらが私の相棒です。70+15リットルのこのまあまあ大きいリュックですね。しばらく使ってないからすごい汚い。じゃあこれにね、どこかで水切りしていきたいと思います。まずは洋服から。洋服いっぱいあるけど、一応友達がバザーを開いているみたいで、そこで買ってくれるみたいなんで、私捨てるっていうのはどうしてもできないので、断捨離というよりは断捨離譲るって書いて断捨離ではなくて断捨離をしたいと思います。これとかね、いらないね。これグアテマラで買った服、バザー用。この T シャツは全然着ていない。これいつもだって高校生の時だよ。まあ、捨てるためにねそういうのばっかり持ってきてるので、まあ、今回はこちらは視聴者プレゼントではなくバザーで。これ見て可愛いでしょ。ピジャマペルーで買ったの。まあ、これはスポーツやるときとかに必要なんで、まあ、これもね必要。あれ、なんか入ってるの？入ってなかった。ひまわりちゃん、インスタとか見てくれてる人は知ってるね。こちらのひまわりちゃんです。うん、あとこれもねグアテマラで買ったのよ、300円ぐらいで。でもぶっちゃけ着るときないからね。これねあげます。これもね、でもこれ必要か。これもいらん。これもねグアテマラで買ったんです。こちらでも楽なんだよな、でかくて。持ってこう。そんな重くなんないしね。これはカナダで買ったんだ。とりあえず持っといて、入んなかったら捨てて。これもそれで買った、このでかいやつ。これはね、私ね、これもグアテマラで買ったんよ。めっちゃ見るよね、これも。私これ結構着てるのよ。まあ、とりあえず持っとこうね。はい、次ズボン。これやばくない？私中国の頃から履いてんじゃない？でもこれめっちゃ楽ないよ。はい、持ってきます。これはいらん。これ山登りとかのように買ってきたんだけど、で使ったから。お前はありがとう。これもねアメリカのセカンドハンドショップで買ったのよ。これ700円とかで買ったの。これ多分そういうのの方が使いやすい。素晴らしい。これよ。これ白パンはさ、履いていい人と履いちゃいけない人がいるのよ。で私履いちゃいけない人だったの。それ知らなくてさ、この間買っちゃったんだよ。マジで着ないから一回も履いたことない。売る？どっちつかずここに置いとこう。これね、私どこからもらったんだよ、多分海とか行くときに大事。これペルーで買いました。これねワンピースなんだけど、結構可愛くて私的にはお気に入りですけど、持ってこう。これもねペルーで買ったのよ。これ寒いときはマジでありがたいのよね。この柄も可愛くないから、私こういう奇抜の柄好きです。いらない情報すいませんでした。すいませんでした。これどうしよう。これやられねえな。次これね、あったかいからやっぱアメリカに行くにはこれないとダメかもね。こちらもグアテマラで買いました。でもめっちゃ使い勝手がいいくてね、なかなか捨てられないんだよね。300円とかで買ったんじゃないかな。これ私2回しか着てないけど使わないし、これあげようね。ごめんね、
本当にごめん。これグアテマラで買った400円とかで買ったのかな。グアテマラ産です。そういうのは捨てられないという。これもペルーだね。もうね、これね、もうこことかね、穴開いてて、やばいよ、もう捨てる。もうこういう感じだ。いやいやいや、ベルどっちつかずなんだけど、これはアメリカに着てきます。これグアテマラで30円で買ったの。いらないわ。結構着たけどね。これがお気に入りのワンピース、コロンビアで買ったやつ。可愛いよね。このブランドすごい可愛かった。宣伝しちゃおう。リタすごい可愛いの。これは持ってきます。もちろんシティに買ったやつ。日本から持ってきたやつ。やべえな、これ玄関入る。はい、で洋服私いつもねこれに入れてます。洗濯、何この洗濯ネット。袋のだとガサガサで、これだと大きさ自由に変えられるんで、これで移動してます。入れていきましょう。まずいよ、こんないっぱいあった。しかもこれさ、カズマ壊れたからやばいよね。入れていきます。しかも今着てる服も入るからね。飛行機とかが寒いのでめっちゃこれ助かります。あと帽子ちゃんかち。ドライヤーは売ります。こちらもね汚い、ここの中にしなきゃいけなくて、このアバロンとかね、ゲーム。会社の発見。赤が10年、青が5年です。これどこだっけ。だからもボリビアですか、このお金。多分ね、暑い。はい、いつもこんな感じで適当にやってます。こんなぐちゃぐちゃしちゃったっけ。ちょっと暗くなってきちゃいましたよ。もう全然進まない。結構いいからグアで買った財布。このキティちゃんには薬類。ここも断捨離しましょう。これは必要、これは必要。いらない。赤と金が好きみたいです、私。生き残り。くまさんの手箱ちゃんです。あっ、これ靴下入ってるんですが、靴下を入るだけあのスニーカーに詰めてきます。これね、見てもうやばいよね、これね。穴だらけ。いろんな国を一緒に旅にした仲間なんですが、今回はごめんなさい。出ます。ありがとう、今までの息の靴。こちらもあります。めっちゃ効きます。なんでかっていうと、日本にいた時に日本人の美容師さんの友達からもらったので、もうすぐね温度高くなるし、もう綺麗にまっすぐになります。だったらまたある。これね、メキシコの私の生徒さんたちがさよならってことで、これマグカップくれました。っていうかマグカップ欲しくて、これが欲しくて買おうとしたらプレゼントしてくれました。ありがとうみんな。メキシコシティに行きます。私の移動スタイルはいつもこんな感じです。ここにね、一応のもう一個バッグ入ってるんで、まあ、バッグ大体3つぐらいで移動してます。今日はねこのバッグも持ってますけど、通常はこんな感じで移動してます。はい、めっちゃ疲れたけど、とりあえず今から間もなくね時間になっちゃうので行ってきます。じゃあまたアメリカでお会いしましょう。まあ、一応あのメキシコで取り溜めした取り出したというか、もう友達と遊びまくった写真がいっぱいあるの、動画がいっぱいあるので、それもね今後、
移動しながらもちょこちょこ、上げていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。でアメリカ行ってきます。バイバーイ。どうもー、くすぐった。どうもー。